はい、皆さんこんにちは。京都芸術大学アドミッションオフィスの大岸です。今日は、皆さんに京都芸術大学が行っている体験授業型選抜についてお伝えしていきたいと思います。こちら私たちの大学がメインで行っている体験授業を受けてもらって、その中で受験生を総合的に判断するという入試になっています。はい、今日ご紹介するのはその中で、体験授業型選抜1期9月に行う授業についてご紹介したいと思います。はい、今日ご紹介するコースはこちらです。はい、空間演出デザイン学科ファッションデザインコースです。はい、皆さんのために先生にお越しいただいています。ファッションデザインコースの酒井先生です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、では早速ですけれども酒井先生、はい、こちら9月の体験授業はどのような授業を考えられていますか？はい、まあ2日間かけて何か紙でものを作ってプレゼンテーションするという、はい、授業なんですけれども。紙でですか？紙ですね。いきなりミシン使えとか、はい、もうそういうことはもちろん言わないんです。だから紙で何か作るっていうのは多分工作の時間に必ずみんなやったことあるだろう。そうですね。はい、からそれできると思うんですけど、はい、それで、まあ基本的には、誰かのためにものを作るっていうことをやるんですけど、はい、私これ可愛いと思うとか、うんうん、私好きだからとかじゃなくてですね、はい、でそうじゃなくて理由がある、理由があるデザインをしてほしいなと、はい、思っていまして、はい、なのでまあリサーチをして、はい、その結果こういう形のものができました、でだからこの相手は喜ぶと思われますっていうような最後プレゼンテーションをしてもらうという、はい、なんとなくわかりますか？誰かっていうのを想定して、はい、その人がどんな人なのかをしっかりとリサーチする、はい、でその上でそこにちゃんと理由が生まれてくるはずだから形にしていくってことですかね。あ、そんなところです。了解しました。ありがとうございます。いいと思います。でも初心者、はい、そんなこと一切デザインとか勉強したことがないとか、例えば、そういう考え方に触れたこともないような、受験生たちが授業を受けに来るわけですけど、大丈夫ですかね、いきなり。あ、それは、はい、毎年大丈夫な感じはありまして、初めに僕らももちろん、はい、そのもっと今じゃなくてもっと詳しくですね、今のファッションの現状とか、その なぜ理由がないものは良くないのかっていう話だとか、はい、そういう社会の話とかもした上で、あとそのリサーチって言われても何やリサーチっていう、はい、高校生は思うかもしれないと思うので、リサーチシートみたいなものをちゃんとこっちで用意しておりますし、はい、そうするとそれをまあ基本的には埋めていくと なんか理由が浮かび上がってくるようにはなってますから、リサーチの仕方をちゃんと教えてもらえる授業でもあるっていうことですね。はい、そうですね。なるほど。でもちろん先生と学生と、はい、それを体験するっていう授業なので、はい、僕らもなんか困ってる学生がいたら話しかけるし、はい、学生の方からも先生みたいなで、こう呼ばれることも多々ありますから、そういう中でこう、積み上げてですね作っていくから、はい、別にそういうプレッシャーみたいなものは全然感じずに来てほしいなと思います。わかりました、ありがとうございます。でも、とはいえですね、入試なわけなので先生たちはその受験生たちをどこか評価をされていると思うんですね。具体的にどんなところを見ておられるんですか？これは誤解しやすそうなんですけど、最終作ったもののクオリティとかっていうのは、評価の本当に一部。あ、そうなんですか？これは一部、はい、さっき僕も言ったと思いますが、何回も言いますけど、やっぱそこのこの形になるまで、この子が何をリサーチ、どうリサーチして、そこからどういう理由を作ってきて、でこの形になったかと、であ確かにそれは嬉しいかもなと、僕らが思えるかどうかとか、そういうような全体の流れ、それから
こう僕らの授業を受けて、はい、どういうふうに自分は考えたみたいな、うん、こう感想とかも書いてもらうし、まあ、本当に1日 2日間の全部を見て、はい、僕らも話し合って、そう入試みたいなことにはなっています。なるほど。ちゃんとこう、はい、完成するに至るまで本当にこう段階を踏んで、その過程でいろんな角度から受験生たちのことを見ておられるということですね。はい、はい、ありがとうございました。よくわかりました。はい、はい、では最後に、まあ、あのファッションデザインコースに、ぜひ受けてみたいなと、体験授業受けてみたいなという受験生に対して、ちょっとこう背中を押せるような、はい、何かメッセージをいただけたらと思います。はい、はい、僕も高校の時、うんうん、めっちゃ緊張しました。だから友達にお守りを作れって言って、30人ぐらいからお守りをで回収して、はい、それ勇気をもらってあの入試に臨んだたちです。うんうん、しかもその時はすっごい難しかったしな、入るの思わず、あ、そうか、先生卒業生でいらっしゃいますもんね。はい、はいはい、それで、うん、まあ、だからそう緊張するのはよくわかるし、はいはい、なんかこう難しそうやなとかって思うのもよくわかるんですけど、うん、まあファッションっていうとこう、ね、デザインの中でも本当に自分の身の回りのものを作るところにまあフォーカスしたジャンルと言えると思うんで、まあ、そういうものをが好き、見るのが好きとか、まあ買うのが好きとか、なんか読むのが好きみたいな人は、まあ、恐れずに来てもらって、僕らとこうセッションしながら、まあ、その日の答えみたいなものをこう提示するみたいなことは体験してみたらいいんじゃないかなと思いますし、はい、ぜひあの遠いところからでも、来てほしいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、ではですね、他のコースも含めてぜひ体験授業いろいろ挑戦してみてください。はい、今日は坂井先生ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。